理論上可能ではあるが実用化されることのなかったタイムマシーン。そのタイムマシーンの開発に成功したあるプロジェクトがある。そのプロジェクトの目的、それは過去に起こった画期的な発想の転換を今に伝え、未来へのヒントにすること。 Lexus Presents The Amazing Program。 2001年、日本のインテリアメーカー東洋キッチン&リビングから発売されたセパレート式調理台、アイランドキッチンベイズベイ。この商品にはダイニングでの新しいコミュニケーションの形を実現した画期的な発想の転換があった。それはキッチンを壁から切り離すこと。それまでのキッチンは壁に向かって調理をし、料理をする母親はいつも後ろ向きが当たり前だった。東洋キッチン&リビング社長渡辺孝夫はキッチンに対して一つの強い思いを抱えていた。それは母親の後ろ姿ばかりを見る閉じた空間ではなく、コミュニケーションが生まれる開かれた空間にしたい。そしてついにその思いを実現するアイデアを思いつく。それはキッチンを壁から切り離し、家族のいるダイニングの方に向けて設置するというもの。こうすることで家族は調理中も顔と顔を合わせることができ、いつでもコミュニケーションを取ることができるようになったのである。それまで壁向きに設置するのが常識と思われていたキッチンを、家族と向き合うために壁から切り離した発想は大きな革命を起こし、今では世界中の主婦に愛用される製品へと成長した。画期的な発想の転換、それこそが我々の未来を豊かにするのかもしれない。